こんにちは、フットボールレディオの松です。 2022-2023 シーズン、ドイツブンデスリーガ第10節、バイエルンミュンヘン対フライブルグの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。バイエルンミュンヘンのホームでありますアリアンツアレナで試合は行われました。バイエルンはナーゲルスマン監督のもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーウルライヒ、フォーバック右からマズラウィ、ウパメカのデリフト、アルフォンソ、デイビス、ダブルボランチにキミッヒとゴレツカ、右にアブリ、トップ下サネ、左にマネ、ワントップ、シュポモティングというような形になっております。で、対するフライブルグはシュトライヒ監督のもと 4-4-2 の形です。ゴールキーパーフレッケン、フォーバック右から、シルディリア、ギンター、リンハルト、ギュンター、で右に、ドアン選手、中央2枚はエッケシュタインとヘフラー、左にグリフォー、ツートップグレゴリッチとシャーデというような形になっております。では試合結果といきまして、合計スコア5対0という形でバイエルンミュンヘンが勝利いたしました。試合の内容とかね、もろもろ見ていても、バイエルン その個人の技術と、判断というところと、スピード感、あとは強度ですね、あとは動きの質っていうところが、フライブルグに比べると、量も多く、質も高くっていうところで、量がしたかなと。フライブルグもね、ボールを持った中でね、バイエルンの、自陣に、攻め入れようとする、姿勢はね、しっかりと見せてるんだけれども、配置のところで、動作らしく引っかかってしまったりとかすることもあって、なかなか前進も効果的にできないっていう中で、バイエルンが5得点取ったというような形かなと思いますね。はい、では、各チームの内容の方に入っていきます。まずバイエルンミュンヘンの方からいきます。ミュラーとね、ノイアー、今回も、欠場ということで、ミュラーはね、チャンピオンズリーグプルゼニ戦でも前半の27、8分ぐらいにも交代するぐらいね、ちょっとまだ異常があるのか、まだまだ試合には出れないと。ある程度コンディション整ってきたりとか状態が良くなってきたら、すぐ出れるとは思うんだけれども、今回の試合に関しては、そういう休養というかね、そういったことを思って、ナーゲルスマンもやっぱりこう無理に使う必要もないですからね、サネを、トップ下で起用して、戦ってると。で、特に、バイエルンの話をするとき僕いつもよく出すんですけど、キミッヒとゴレツカのダブルボランチって、本当に世界でも屈指のダブルボランチだと思うんですね。ゲームを作れる選手と、こうエリア、どのエリアにもしっかりと顔を出せる中でクオリティを攻守に置いて発揮できる選手だ。本当にね、こうなんていうんだろう、特徴とか持ってるスタイルっていうのは全然違ったりするんだけれども、2人ともチームプレイヤーだし、しっかりとハードワークできる選手なので、やっぱりこの2枚がいるだけでもやっぱ全然違うと。ザビザーとかフラフェンベルグとかいい選手もちろんいるんだけれども、やっぱりまだまだこの2人に届かないのは、やっぱり総合知的な能力だったりとか、チームに与える影響力っていうところで、思ってる以上にやっぱりね、とてつもないものをやっぱ2人はやってくれるんで、ゴレツカなんてね、もう右から左から真ん中からも後ろから前からもどこでも顔出すしね。でしかもその出すだけじゃなくて、出すタイミングもまたいいし、でキミヒもあまりこう動きすぎずに、こうちゃんと中央で人を引きつけることもするし、自分が動くことによってより前線の選手に対してボールが入るならわざと動くしとか、そういう味方がボールね、センターバックがどういう状況で今ボール持ってるのか、相手のマーカーが、自分たちのセンターバックにどういう感じでプレスをかけてきてるのかっていうところを、状況的に判断しながらちゃんとくさびをさせるようにしてあげる。この辺りはさすがですね。あとやっぱもうキミヒに関してはボールを持ったらね、もうどこでもボール蹴れちゃいますよっていう状況なんで、本当中央攻撃にある程度こだわってるんですけれども、今日も、幅を取ることも状況によってはしてましたし、ナーゲルスマンが、今季、持ち込んだものっていうのが、限界値というか、通用するところと、そこで無理だった場合の、リスクっていうところで、話もよくさせてもらったんですけど、うまくその使うタイミングと使わないタイミングとかっていうのも、うまく制限しながら戦っている感じはするんで、良かったかなと。
あとはマズラウィがね内側に絞ったりするのもやっぱり彼はね、まあ、アヤックス時代でもそういうことよくやってましたけど、まあ、上手いしね、まあ、スピードがあったりするタイプじゃないんだけれども、まあ、技術的にもレベルが高いし、うん、あとはまあサネとかね、まあ、この後やっぱコンディションいいのがねめちゃめちゃわかるんですけども、怪我しちゃったんですよね。なんか3週間離脱するっていうことで、まあ、どれぐらい影響出るのかっていうのが正直わかんないんですけれども、まあ、とにかくね今怪我にもちょこちょこ出始めてるし、まあ、ワールドカップに向けてコンディション上げてきてる選手も多いんですけど、やっぱそこでねちょっとこう奮起しすぎるがあまりに、まあ、奮起 しすぎるというか、まあ、それはね別にいいことなんだけど、ね、やっぱりこう怪我が出てしまってね、まあ、直近でもスパーズのリシャルリソンとかチェルシーのリース・ジェームスとかね、ワールドカップ出れるかもわからないみたいな状況になったりしてるわけじゃないですか。だからまあサネは大丈夫だと思うけれどもね、やっぱりワールドカップに向けてっていうところもあるんでね、まあ、頑張る気持ちは嬉しいですしね、バイエルンのサポーターとしてもね、はい、まあ、見事なねミドルシュートも決めてくれましたし良かったかなと、まあ、マネもね得点取れましたし動きの質はさすがだなと。あとはまあ守備陣に関しては 4-2-3-1 のまま基本的にはまあほぼ崩さずそのまま動作らしく仕掛けていってプレスではめ込んで回収と。でこのあたりもしっかりとできてましたし、まあ、出てくる分相手がしっかり背後もついてくることはするんで、特に後半はしっかりついてきて、なかなかバイエルンとしてもまあ苦しいというかね、まあ、ちょっとこう、ね、自分たちのプレスではめ込ますことができなくって、うまくその空いた背後のスペース使われて、ね、チャンス作られるとか、ね、一気にライン越えられて自陣に深くになってしまうとかっていうところはあったんだけれども、まあ、でも前半からね2得点取ってる中での試合で相手もね当然やっぱりいろんなことを試行錯誤してこなければならない状況だったんで、まあ、やり方としては別に間違っていたわけではないし、実際やっぱこの形を継続したことによってしっかりと後半3得点取れたんでね、まあ、しかもザビツァーが点取れてくれたのはね、まあ、彼にとっても大きいと思うし、はい。で、対するフライブルグなんですけれども、まあ、攻撃に関してはボールを持つこともするんですけど、配置がまあね基本的に距離感がちょっと遠かったりとか、サイドバック低めで幅取って受けすぎたりとか、中央へのコースだったりとか近い選手全部捕まえられた時の、まあ、逃げ方っていうところも、まあ、準備できてなかったりとか、まあ、ゴールキーパーを含めたビルドアップをしようってする形は見えるんだけれども、それをこう常にやろうっていう考えがあんまりないのか、一度こうゴールキーパーから始まったりするとそこからはゴールキーパー含めてやるんだけど、サイドで詰まった時に、まあ、一度ゴールキーパーまで戻すっていうのも一つの手だしね、まあ、もちろん距離が長くなってしまうとそこ回収されてしまうんで、まあ、よくはないんだけれども、まあ、センターバック2枚含めて、まあ、3枚、まあ、2枚プラスゴールキーパーと、まあ、アンカーだったりダブルボランチで、まあ、うまく形成していて縦関係になったりとかね、まあ、違いを生み出してズレを生み出してっていうところができていれば もっと効果的な、まあ、ビルドアップもできたのかなと、はい。あとはでも攻撃のあと背後につく動きに関しては、まあ非常にいいものも見せてくれてたんで、まあ、バイエルンからすると、まあ、驚異的なものもしっかり見れていたと。まあ当然ねバイエルンってどういうチームなのかっていうのは当然分析して相手も挑んできてるわけですから、まあ、なかなかねこう相手もそういうとこを計算してやってきてるのは分かってるんですけども、まあ、しっかりとそれをこう現場で起こせる力っていうのもやっぱり選手たちの質もそうだし、まあ、チームとしての完成度っていうところにも影響されてるところだと思うんで、素晴らしかったと思います。ただね5失点したっていうのはまあいただけないところだと思うんで、まあ、シュトライヒもね相当怒ってましたけれども、まあ、それは当然かなと、はい。で守備時は基本的に 4-4-2 のまま縦スライドで捕まえに行くんですけれども、やっぱりバイエルンが先ほども言った通りキミッヒ、ゴレツカがうまく中央でズレ作ってくれるんで、そのズレを作ったところにサネが降りてきて受けたりとかで、そこまでやっぱこう、フライブルグもついてこれないっていうところもあって、そこの緩急でかわされてしまったりすることもあるし、出ていけばねその分こうクッと抜かれる可能性もその分ありますから、そこで奪い切れたらねもちろんそのままショートカウンター仕掛けられるんでいいんですけど、まあ、それも一つのリスクになってしまうんで、まあ、なかなかこうブロックを形成する中で、まあ、バイエルンの動きになかなかついていくのが、まあ、難しいというような、まあ、試合の流れだったのではないかなと、まあ、守備の局面においてもね、はい。でもやっぱり、まあ、センターバックの2枚とかギンター、リンハルトとか、まあ、質高いしギュンターもねもともと運動量も多いしいい選手だと思うし、で堂安選手もねしっかりとこう低い位置まで戻ってハードワークしてね守備のところまで働いて、まあ、非常に良かったと思いますし、まあ、チームプレイヤーですよね堂安選手ってね。
まあ、エッゲシュタイン、ヘフラーも良かったと。まあ、グリフォはね、まあ、キックが上手いんでね。あと、グレゴリチはね、まあ、得点能力も高いし、まあ、ボックス内にしっかりとした質を、まあ、数回ちゃんと送り込んであげれば、まあ、ある程度決定力っていうのを見せつけてくれる選手なんだけども、まあ、そこまで持っていくのがね、今日は大変だったっていう感じだったんで、うん、まあ、難しかったのかな。まあ、あとはやっぱこう圧縮してくるバイエルンの、まあ、強度とスピード感っていうところに、まあ、うまく捕まえてしまって逃げられないみたいなこともあったりしたんで、そこをね、まあ、デュエルの部分ですけれども、そこで勝つことができたりするとね、まあ、球際っていうところですけど、まあ、それはそれでね、フライブルグに対して大きな恩恵がある可能性は高いわけですから、まあでも今日の試合に関しては、まあ、上位対決ですけれども、まあ、バイエルンが、まあ、質、強度、スピード、展開、縦、もろもろ含めて、まあ、一枚は手だったかなという感じじゃないですかね。特にやっぱね、ボール持ったら1人2人かわせる選手が多いんでね、バイエルンね、特に2列目なんかね。そうなってくるとやっぱなかなかきついよね。やっぱ堂安選手とかを低めでね、仕事あまりさせたくないし、極力高めでボール持たせてね、シュートまで持っていってもらいたいタイプの選手なんで、まあ、低い位置からやっぱカウンターになってくると、その分走力も必要だし、そこでもし繋がらなかった場合ね、まあ運動量を使うっていうことになるわけなんで、まあ、堂安選手も日本代表の、YouTube のチャンネルの方でスペイン代表のねお話をされてた回があったんですけど、あの時も東京オリンピックの話ね、もうひたすらボール持たれて繋がれまくってずっと守備してたから、出る時にはもう体力がないと、まあ、おっしゃってたんですよ。まあそういうことに近かったんじゃないかなと思いますね。まあ、スペインはもっとこう丁寧にボール持って、やりますけれども、バイエルンはよりこうボールを持つけど直線的なところも持ってるチームなんで、まあ、ドイツもそうですけれどもね、うん、だからね、まあ、本当に日本代表対ドイツ代表っていうことを踏まえると、ワールドカップで当然やっぱナーゲルスマンとハンジュリックってまたキャラクター違うし、やってくることも違うんだけども、やっぱこう個性とか能力っていうのはね、まあ、バイエルンの選手多いですから、まあ、いいシミュレーションになったんじゃないかなと思いますけどね。はい、ということで、まあ、以上でございます。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ですね、ちょっとまあ休養でね、まあツイッターでも僕つぶやかしてもらったんですけど、ですね、ちょっと今もそうなんですけど、まあ、右腕がめちゃめちゃ痛いんですよ。本当に雑談で最後申し訳ないんですけど、いわゆる道の溝みたいなとこあるの分かります？あそこに、まあ、帰りちょっと歩いていた時に、まあ、歩道がない道やったんで、まあ、そこ歩いてたんですよ。で車が走ってきて、結構キワキワのとこ車が来て、でそれをまあ避けようとしたんですけども、その溝にちょっとまあはまってしまって、右手をこうついてしまうような形になって、今もう絶賛痛すぎてちょっともう話すのもしんどいって感じなんですけど、まあなんとか振り絞って今話してます。ちょっともうちょっとでも動かすとめちゃめちゃ痛いんで、もう明日ちょっと病院行って、もうどうなってるかっていうのを本当見てもらわないやばいなっていう感じなんで、ちょっと腫れても来てるしね、もしかしたらってなってて、ちょっと本当辛いんですけど、まあ、とにかくサッカーに関してはね、まあ、僕のそんな事情関係ないんで、まあ、これからも先もね、たくさんたくさんラジオの方を投稿させてもらうんで、まあ、ぜひまた聞きに来てください。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。